さあ、西谷選手はね、早投げ、早打ち西谷ですね。まあ、一見して雑に見映るんですけどね、本人のルーティーンで。まあでもこの効果良くないですね。座間選手先行の 0-1 スタート。さあ今日は誰が入場するのか。さあ座間選手 PPD6 位なんですけど 0-1 の方が得意なんですね。さあ入りの3投。いいスタートです。さあ135を投げるのも早いし抜くのも早い西谷ジョージ。まあ西谷選手のペースに座間選手に巻き込まれてはダメですよ。前で座間選手ここで少しフライトに干渉してダーツ落ちましたね。さあ西谷選手はここで121点取ってきましたね。さあ140残り60からですね。1投目。そしてどっちでアレンジするのか。ダブルアレンジ。そしてあーナイスダーツですね。お見事、140見事にアウトしていきました。いやー今のダブルトップアレンジは素晴らしかった。さあそして西谷選手先行のクリケット。西谷選手のね、悪いところがやはりこういう横ずれがねちらほらで出てくるっていうのがね西谷選手の気になるところですね。さあ座間選手もかなり安定してきてますよね、ここ最近。さあ西谷選手がもうこの喧嘩ダーツっていうんですかね、60をオープンにすると徹底的に60ってきます、ね、これが西谷選手の持ち味ですよね。さあ早めにカットしたい。ここでどうする、カットできずですね。西谷選手はここで3本使ってくるぐらいの感じで打ってくると思いますよね。さあ座間選手は早めに20カットしたいですね。西谷選手のペースに乗らないように。そうですね、ここでカットからもう一回加点ですね。これでオーバーカット。
さあザマー選手状態いいですね。さあ西谷選手18をチョイスなのか、17チョイスですね。さあオーバーカット、この横ずれですね、このミスがやっぱり積もり積もって、塵も積もれば山となるですね。この敗因の原因となりますよね。どうする、戻るのか、戻らず強気にカット、状態がいいんでしょうね。ザマ選手状態がいいんでしょうね。こういう攻めができるということは調子がいい証だと思いますけどね。今日の優勝予想、福井君ザマ選手、ポーズつけがたい感じですね。まあ、浅田選手がねこうグリップ戻して、やっぱりグリップを戻すことに気がついたという、それはなかなか、やっぱり考えてのことだと思いますしね。さあオーバーせずにカット、さあこれでザマ選手が考えます。さあ15オープンからの16カットですよね、これは。あ、16オープンからいくんですね。少し西谷選手が攻めましたよね。やはり少し考えるとダーツクリケットっていうのは流れが変わるんで、少し考えた、トリプル絡まずですね。さあオーバーまでで、まあ、これで、オーバーカットですね。オーバーカットができるのか。ザマ選手やっぱこの状態いいですよね。やっぱりこのバロメーター、オーバーカット、これがきちっと決まる選手が強い。さあ西谷がここでオーバー、西谷選手がオーバーで、さあザマ選手これ15、3本使っていい局面ですね。ブラに行く、これはでもが絡めばワンチャンきますよね。あっと、ここでこういうとこですよね。オーバーまでですね。さあこれで、しかしこれシングルシングルシングルブルブルで、いいのでさほど難しくはない。ここでミス。さあこれで西谷選手が、ただ今日の西谷選手オーバーカットができてないところが気になりますね。オーバーはできてもカットができない、決まらずですね。こういうとこですね、オーバーカットができないと。オーバーカットができる、できているザマ選手とできてない西谷選手で明暗が分かれそうですね。やはりダーツでの勝利のポイントはオーバーカット。さあブレイクが必須の西谷昌司、キープで勝利のザマ達也。さあザマ達也先行のクリケット、
下に下に、これは是が非でも早めにオープンしたい。これでほぼ決まりましたね、このゲーム。ビクランですね、ビクラン。さあ、西谷選手がね、18をどこまで加点できるのか、この辺ですよね。これでザマ選手が非常に楽になりましたね。さあ、浅田選手、早手のようにゲーム終了させた感じですね。さあ、そしてこの15を決めれば、ところだったんですけど、まあ、西谷選手は命拾いをしましたけど、ここつけ込めない。さあ、次の試合はどうなってますか。はい、次の試合は山本宇佐美の対決。オープンまでですね、日本で3回戦進出、ザマ達也。さあ、ザマ達也3回戦進出。まあ細かいね、ミスの差、オーバーカットの違いっていうのがね、顕著に現れた